まあ、セットプレーからでもしっかり点取れてますから、うん、まあ、どれだけゼロの時間を長くできるかじゃないですかね。確かに今中原さんが言われましたが、鳥栖の勢いのがもちろん明らかではあります。大分前節勝ってここに乗り込めたことが一番大きいのではないか。駅前不動産スタジアム、今回は鳥栖のホームゲームということになります。小屋公営出身の笛前半のキックオフです。2021メジャー佐世明 J1 リーグ第29節、サガン鳥栖対大分トリニータです。大畑から酒井、ああこれが通る、さあ鳥栖酒井だ、酒井、酒井、高木が弾いてそのまま、いや酒井のシュートは高木止めました、反応しましたけどね。これ酒井のシーンですね、先ほど抜けて、はい、1対1のシーンで、まあ、ここキーパーの高木との駆け引きと、うん、中をちょっと意識しながら、もうコースが消されているので、まあ、小山津のところうまく合わせられればなってところを意識したと思いますけど、今中ちらっと見ますけど、うん、ないなってところで選択肢をこう消しながらの取りっていうところもうまかったですね。なるほどね、はい、お、ここはうまいパスになって白崎、中根義弘、大畑曲がってくる、そして中根義弘うまくかわしながら、そうやで白崎というところでしたが、ただコーナーには、まあ、前節はねかなり、まあ、トネもそうですし、羽田あるいは小出など、はい、久々のスタメンの選手が躍動して、ああ樋口、中さんこの辺りからも狙っていくんですよね、樋口は ね、 そうですねパンチ力には自信を持っています。中根義弘から白崎決定機のかわした、白崎浮かせたが、いや大分の懸命のディフェンス、アウェー大分トリニータが左、大分のボールで後半の45分が始まります。2021明治安田生命 J1 リーグ第29節、サガン鳥栖対大分トリニータの戦いです。下田からのボール、あ下田、パクエルギュー、下田が狙っていきました。いや素晴らしいですね、まあ、ここから弾かれたボールに対してドライブをかけるようなシュートを狙いましたし、うん、まあ、ちょっとまだ持ち味を、あと中野後ろだ、中野後ろ、これさあ酒井、酒井の折り返し、まあ、ここでの選択で白崎選択してもよかったのかなと思いますよね、はい、まあ、少しこうボールが流れたことによって、まあ、堺のシュートの選択肢というところがなくなってしまったので、うん、まあ、一つ残念だった部分と、まあ、このクロスに対してうまく入れたところ、下田からのボールパク、あそうですね、もう時間が来ました。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。